岩崎 IC カード、岩崎 IC カードとは2005年4月1日に利用が開始された IC カード方式の共通乗車カードで制度上は回数乗車券の位置づけである岩崎コーポレーショングループが発行しているラパカとも相互利用ができるが多少サービス内容が異なる相互利用関係ファリサをベースとした交通向け IC カードで 岩崎グループが運行する鹿児島交通バス、種子島、薬島交通バス、鴨池、垂水フェリー、鹿児島商船フェリーは、イビスカス、種子薬高速線で利用可能であるほか、ラパカとの相互利用により、鹿児島市電、鹿児島市営バス、南国交通バス、JR 九州バス北札線、桜島フェリーでも利用可能で、鹿児島県本土部及び種子島、 薬島の大半のバスで利用可能である。参加事業者の運行路線のある熊本県南部や宮崎県西部に通ずるバス路線でも利用可能。乗降者時にカードをカードリーダーにタッチさせることで運賃がカードの残額から自動的に引き落とされる仕組み。子供用や障害者用カードはない。分類上は SF カードに分類されるがパソリに付属する。 SF カード用乗降者履歴表示ソフトウェアには対応していない。積み増しした際には入金額より割りました金額が利用可能額として加算されるようになっている。また、割増率は入金額が大きいほど高くなる。午前11時から午後3時までの間に岩崎グループのバスを降車した場合、昼間割引運賃が適用される。 相互利用のラパカともども、守護かにもかスイなどの全国相互、利用 IC カードとの相互利用はできない。初回発売時の発売額は以下の4種類。うちは、初回発売時の利用可能金額。発売額に関わらず、デポジット500円を含む。いずれも、利用可能額は割増しとなっているため、発売額から500円を引いた金額より高くなっている。 閉鎖後の山形屋バスセンター、旧窓口岩崎グループバスチケットセンター山形屋、窓口岩崎グループ、鹿児島銀行本店前窓口岩崎、バスチケットセンター天文館窓口奥に見える、プレハブが2015年5月12日まで使われた、旧窓口各バス会社の車内、営業所などで、積み増しができる。バス車内では運転手に申し出て、チャージ機を操作してもらう必要がある。 また、鹿児島市電の車両内の自動積み増し機でも積み増しができる。鹿児島県内の路線バス及び市電の車内では1000円回、天文館と意識ニュータウンにある窓口と山形やや鹿児島市役所内にある自動端末では最大1万円回の積み増しができ、最大で5万円まで積み増すことができる。ただし、車内での連続した積み増しはできない。 ありがとうございます。